では今日はこちらの2つのエクササイズをご紹介します。まずは背中と腕と同時に背中と腕をつなぐ筋肉も鍛える動き。この筋肉を鍛える5秒間この体勢を維持したら息を吐きながら足を戻します。次は反対側、息を吸って吐きながら骨盤を上げて、ナイス、一直線になったまんま息を吸いながら